やってまいりました。世界の目ありがとう。最高の今日お届けするメンバーを紹介したいと思います。ドラムマーボー、ギターよく、かっこよすぎベースバーマスいっくん、かっこいい。そしてボーカルメアです。今日はこのチーム宇宙一でみんなに最高の一日をお届けしていきます。よろしくお願いします。際では言えないこの場所であの日を思う。空っぽの部屋に吐き出すよ。夢や希望を嫌って差し伸べられた手を払って濁らないように忘れブエと申します。どうもよろしく。今日は赤いペンライトも見えてますよ。で、ライブが初めてなんですよね。なのにシークレットゲストでお呼びしてしまって。シークレットなんだけどねなんだけどね言いたくて言いたくてしょうがなかったんだよ。みんな聞いてください。ブレイブイットアート。「旅をする時は今」こと言います。堂々としちゃいません。胸を張らなきゃ接種は乗りやしないから、僕をセンターに自分より怖い人もセンターになる。ビートカウンセルボイドよく人に笑ってる瞬間が遠い。聞いても聞いても切れない、俺と標準王に巡らしたいこの通りです。頼ってよほらラディオだ。迷惑なのお互い様だろ。大会は仲間って言葉だけだとそういうもんじゃない。来た今日確かにこの目が Try Tell 無限のその先で鳴らした不確かな一つが交差するメロディー。息の転んでも鳴りやまない。火花散らして平行線を描く。爆発的に振り切れた感情に力を込めてさあ踏み鳴らさ。右手左手互いに取り合えば止められない壁はない。僕らのコネクタ青空に挑戦。小坂です。よろしくお願いします。やったー。兄貴だ。本物だ。あんまり珍しくはない。確かに。ベイちゃんに比べたら全然珍しくない。ちょっとベイさんの珍しさに比べちゃったらもう。全然みんなもまあだよねって思ってる。出るでしょうね、みたいな。全然思ってる。思ってましたみんな。びっくりしたよね。まだまだいきますか皆さん。よし。じゃあ行きますか。よし。ごめんね、落としちゃったよね、今大丈夫。ああ、君が別の人のことを好きになるって夢を見たんだ。否定してほしいね、愛して。今日朝と夜の2回分全幕摂取のスパイスドゥ脳に息が深い分君がずっと若い分知ったセンフィー君のフィーそんなにフィーで今日フィーで「感情を抜き合ってもうバカみたい」「いやいやがたまんないの答えは溶けてる」「気はついてるかつてに話さんかったき」「ゆえにえたさんと猫で腹」「感情の海にえたばら」「これなら君を奪えて」「どうすことその心を奪えて」「弱いところ強く開かないで」「誰のものかと伝えたい」「乙女単語で遊ぼうよ」「本当の名前忘れてたでしょ兄貴。それやめてくださいよ。やめてください。セカンド変わらず、はい、うちの妹ちゃんがぶちかましてくれると思うので、皆さんもぶっ飛ばしていくと思うので精一杯ついてってください。ついてこいよ。ありがとう。じゃあね。兄貴もありがとうございました。まだまだいけますか。グラウンドゼロ解き放て世界へ。流した涙のかけらにして影抜けてゆく答えなんて知らないなら信じることは。「それだとしても決めたけど」たを幸せにする。今までね、背伸び背伸び背伸びってして生きてきたわけですよ。だから本当に素のありのままの自分を歌詞にするっていうのがすごい辛かったんですね。このステージで歌うことにすごく意味があると思っています。聴いてください。約束。でもね、小さな夢数えて泣いた。不安に負けて一人で泣いていた。孤独を抱えて息を止めていた。今晴れた目には見上げた空が、あの日の曲を信じて歌うよ。約束だからね、君と私。こんなにたくさんの人と振り返れるだけの道を歩いてこれたこと、本当に本当にありがとうでいっぱいです。歌が好きでよかった。そしてその好きをもっと好きにしてくれるあなたがいてよかった。私は今日も明日もずっとあなたのスーパースターでいたいです。何度でも何度でも僕は生まれ変わってゆく。すべてのことを胸の中で確かめるよ。ここだよ。何か頑張りたいことがあったり、中には夢を諦めた人もいると思うし、夢を諦めて私にこう託してくれてる人もいると思います。そして何かを始めようかなとか悩んでる人もいると思います。そんな夢叶うわけないよって言われたことある人もいると思います。叶えたい夢がある人、頑張りたいことがある人、楽しい時間が好きな人はいつでも私の歌を聴きに来てください。夢って叶うんだよって私が証明します。配信で見てくれてるみんなも、会場で見てくれてるみんなも、ここまで信じてついてきてくれて本当にありがとうございます。夢を目指した私が駆け出すために歌った最初の曲です。それでは聴いてください。ステップアップスーパースター。ステップバイステップ、キラキラドキドキのかけらを集めてレッツゴー。風は吹いたでしょ、まっすぐ前を向いて、さあどこまで止まったままで歩き出せずにずっともみんなにキラキラもドキドキもワクワクもたっくさんプレゼントしていきたいです。プレゼントしてもいいですか？ありがとう。かっこよく終わるならみんなにねプレゼントしたいで終わるかもしれないんですけど、私はちょっと欲張りなのでみんなからもキラキラもドキドキもワクワクも欲しいんですけど、これからもたくさんくれますか？